新潟城は戦国時代の一時期に存在したとされる日本の城。現在の新潟県新潟市中央区にあったと否定される。新潟の地名は A6 年間の資料に見られ、この当時すでに町があったことが伺える。上杉謙信は品濃川と阿賀野川の合流地点である、縫ったり港、神原津、新潟津の山下、津に大館を置いて、 物流と軍事を掌握したと言われている。謙信が、春日山城で死去した後に始まった、おたての乱での論功交渉の不満から、柴田重家の乱が勃発。柴田軍勢は、新潟津を奪取、この時サスを回収して、同年に築城したと言われている。茂家の乱を鎮圧するためとして、天正11年に出陣した。 上杉景勝の軍勢は日谷により城を炎上させるも、落城せず持ちこたえた。しかし、天正13年11月20日、上杉景勝家臣の宮島三河守るの計略によって落城した。現在以降は見つかっていないものの、岡山大学の池岳文庫に絵図が残されている。それに従えば、河川に接した縄張りを城壁で囲み、山荘の老角に等、 平屋の屋敷にと水辺の山荘の矢倉一棟を備えていたことになる。船岡城とも言う、その所在は、白山神社及び白山公園にあったと否定されているが確かではない。ありがとうございます。